そうだよ、今続けたじゃない。我々ロボコンプロジェクトは、工学部が主で、機械工学科の人が主に30人くらい集まって活動しています。目標としているところは、学生 NHK 学生ロボコンでの優勝です。勝つため知恵を振り絞って、協力してチームを進めていく。チームとして動く中で人との関わりだったりっていうところを学べます。ルール教えていただいてもいいですか？難しいんですけど、対戦形式のルールとなってまして、後ろに、色のついたスポンジがあると思うんですけど、あれを棒で倒してそれを積み直す。それぞれラウンドがあって1分半ずつ得られた得点をもとに戦う競技です。今年は、2点ありまして、1つ目が、展開をするっていうところで、ロボットの一部が、分離っていうわけではないんですけど離れて動きます。で、2つ目がラゴリと呼ばれるものを積むときに、何回も行くんじゃなくて2回という少ない回数で行うことです。私はこの R1 というロボットの担当で、ラゴリディスクをこのボールを放って倒したりとか、相手のラゴリディスクを積む動作の時の妨害のために、このボールオンヘッドというボールを倒したりとかする役割の制御と、あと操縦を担当しています。僕はこの R2 というロボットの制御を担当しておりまして、あと操縦もなんですけど、実際にこのロボットはラゴリディスクと呼ばれる円盤状の厚みのあるものを掴んで持ち上げて、そのままベースエリアというところに置くという仕事があったり、あとは R1 にボールを装填するためにボールを回収してきて実際にボールを渡すという仕事を持っています。今回この展開ではよく釣り具屋とかにあるタモって呼ばれるものを使っているんですけど、このタモ、3メートルぐらい1本に伸びて、それをかける3で、だいたい9メートルぐらいに伸ばせるんですけど、実際にこのラゴリエリアという黄色いエリアの場所で、そこを展開して、そのタモを伸ばしながらこの2体のロボットは動き続けることができます。うちの大学の課題点として、足回りの高速化と、あとは速挙センサーなど そのセンシング関係の技術が足りないって話があったと思うんですけど、今年はそれを改善すべく足回りの開発と、ライダーっていう速挙センサーの開発を行いました。頑張るぞ。
はい、今回ベスト4という値を取ることができましたが、さらに上を目指して優勝を目指して頑張りたいと思います。まあ、最終的に、まあ、負けてしまって残念ながら決勝戦進出はならなかったんですけど、まあ、チームの目標のベスト4の達成と、まあ、初めての予選リーグ1位突破はとても嬉しかったです。その技術的な面も結構評価され、技術賞というものをもらえたことが嬉しく思って、やっぱり僕らはその技術的な面っていうよりもその制御的な面とかいろんな面で大学他の大学さんよりは経験値が少ないので、それを埋めるためのアイデアとか発想とかは常に意識して伸ばしていきたいと思っています。